ふざけたねー。ふざけましたねー。飲まれちゃいましたよ。ねいいよね、楽しかった。でも3人だけどもなんか4人な感じがした。そう。ちゃんとこのいつ行く吉政が ね。優秀なタイトルですよこれ。いくも入ってて吉政も入ってるっていう。そばにいるよって。そばに。エリサさんのね、このタイトル。たまたまさっき出てきましたから。そばにいるよって。そばにいるよって。いや楽しかったな。楽しかった。どうしたんですか？え？え？なんかカジ君。目にクマができてる。元からですよ、それは。大丈夫。もう相当疲れてるみたいな。そんなに疲れた？まあ疲れたよね。いや、楽しかったです。楽しかった。ほんとほんとほんと？よかった。もう、カジ君に楽しんでもらうためだけに頑張ってたから。そうなんですか。カジ君に楽しんでもらうためだけに声優やってっからさ。声優自体？責任重いな、俺。そうだね。超楽しかったです。もう、やばい。よかったよ。声優続けよう。よかった。重いわ。ということで、今度ね、まあ、ふざけた話になりましたけども、皆さんも楽しんでいただけたら幸いでございます。そうですね。はい。さて、革命期バルブレイブウェブラジオ、10月までは月1配信となります。次回9月は、時島ハルト役の大阪亮太さんと、LLF 役の木村良平さんがパーソナリティを担当します。もういいな。はい。放送日などが決まりましたら、公式サイトやツイッターなどでお知らせします。どれがいいんだろう。その2人とやりたかったってことですよね。違うよ。そういうことじゃないよ。じゃあどういう風にいいなって。この二人のこのコンビがいいなって。そう。この地面がいいなって。地面。やっぱこの二人が並んでるといいなって。そうですね。聞きたいですよ。皆さんこちらも聞いてくださいね。はい。どんなタイトルになるんでしょうね。はい。ということで。決めてあげる今から。締めようと。決めてみようか。決めるんだ。締める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 決める締める決めるどっち。だもんね、だいぶ尺いってるんで。わかりました。わかりました。はい。じゃあ任せましょう。じゃあ二人に。そうだね。じゃあ決める。締めましょう。はい、締めます。はい、ということでここまでのお相手はアートレイ役の福山潤とハーモニー役の宮野守とクーフィー役の梶裕貴でした。ブリッジングレイゲン。あと吉村さん。